トラック競技は男子 110m ハードル予選が行われます。プログラム25ページをご覧ください。予選は3組ございまして、各組2着までと上位タイム者2名が決勝進出です。それでは1組出場の選手、4レーン真田君明桜高校、5レーン大友君仙台大学、6レーン開けまして7レーン柳沢君花輪高校、8レーン石山君大館国際情報高校、9レーン後藤君東京農業大学、以上5名の選手の出場です。東京農業大学、後藤君は12秒62。